はい、本日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、バイト応募何で見てくれたのかな。あれなんやろ。結構それ、俺に聞いてきてって、あ、そうです、どれが効果あるんやって。あ、意外にあの店の前の張り紙が一番効果あるっていうのが今、意外な意見で、ネットとかよりもっていう話で。なんか今もう張り紙やらネットやら、なんか例えば友達に教えてもらったりやとか、なんかいろんな色あるじゃないですか。だから正直どれやったかもう思い出せないです。ああ、この、あ、ここは、思い出せないですね。はい。いっぱい今受けてんの、面接は。あ、全然受けてないです。はい。じゃあ分かる、なんか。あ、いや、あの、まあ、いろんなは探してはいたんですけど、受けたのはここが初めてです。はい。これはどこで見つけてくれた、このバイトを。ちょっと、ちょっと思い出せないですね。かなり調べてるんで。いや、でもその、はい、多分数日前のことちゃうの。いや、違うです。もうかなり前です。はい。あ、ここバイト募集見つけた。目つけてたって言ったら、あの、かなり、表現的にどうかなと。見つけてすぐ応募したんじゃなくて。違います。あ、そういうことか。はい、あ、それでか。なんか今会話がちぐはぐやったから、ごめんなさい。はい、リレクションお願いしていいですか。はい、ごめんなさいね。どうやろ。はい、すいません、ちょっと持ってくんの、はい、いいっすよ、すいません、いいっすよ、じゃあお名前かかってよろしいですか。はい、あ、すいません、はい、ダンダン健太です。え、ごめんね、はい、ダンダン、え、漢字は、あ、ダン、あの階段の段、はい、はい、もう一個目のダンは、二つ目のダンは、あ、久々のビサです。あー、はい、そこでも使えんねや。ごめん、下の名前が忘れてた。あ、ケンタです。はい、ケンタ。なんか帳尻合わせてるからさ、珍しさと普通さでね。ああ、そうかもしれないですね。ね、健康に太い、はい、ああ、そうです。健康に太いです。はい。はい。おいくつですか？あ、23です。はい。大学生ですか？あ、今、大学生じゃないです。はい。ほう。なんか、やってる方ですか？はい。あ、はい、何かやってるっていうのは、今普段は何をなさってるかで、あ、まあ、差し支えない程度で大丈夫です。あ、はい、仕事らしい仕事はしてないですね、今。うん、はい。じゃあ週何回ぐらい入れそうですか？あ、もう全然何歩でも入れる。今希望としては週5のコースちょっと探してまして。え、はい、ありがたいです。あ、本当ですか？はい、はい。時間帯っていうのは、もう何時でも大丈夫です。何時でも大丈夫。はい。はい、もう一日中ある意味どの時間枠でもいけるっていう感じですか？はい。あ、はい。はい、キッチンとホールがあるんやけど、どっちがいいかな。そうですね、できればキッチンの方が。キッチン、はい、はい、かしこまりました。なんか今までそういう飲食店の経験はありますか？あ、あります。ほう、ちなみに何系の。あ、なんか和食屋さんみたいなところ。和食屋さん、はい、その時もキッチン。はい。他のバイトの経験って何があるかな。あ、なんか力仕事とか、あ、まあ、接客っていうのが、はい、もしかしたら、に苦手っていう感じはないんですけど、はいはい、接客よりはなんかこの単純作業の方が向いてるかなって。あ、そうですか、分かりました。はい、はい、まあ単純というほどでもないんですけど。ああ、ごめんなさい、単純というか、はい、なんかこの黙々と。あ、ごめんなさい、店長の佐藤です。ああ、はい、はい、ごめんなさい、ちょっとあの挨拶してなかったなって今ふと気づきまして。はい、はい、で、あのシーズンやねんけど、いわゆるそのクリスマス、はい、あの勝手にエアコン調節するのやめてください。ああ、すいません、すいません。うん、あ、勝手にエアコン調節するのやめてください。ああ、なんか適温ではなかったのですいません。あ、まあ一人でいてはるんやったらわかるんですけど。ああ、はい、で今ね二人いますから。ああ、すいません。で、まあバックヤードも狭いんで、はい、あのエアコンのね、その 0.5 の誤差が意外に変化を及ぼすから、はい、すいません、はい、あの勝手に帰らないでください。すいませんでした。うん、はい、うん、すいません、何回もやって。すいません、はい、適温ではなかった、すいません。あの今、あ、それ一人だったら分かるんですけど。ああ、もう二人いるじゃないですか。あの理解してますんで、はい、大丈夫です。はい、あ、でも適温じゃなかった。あ、もうそれは理解してますんで大丈夫です。はい、はい、そうですね、キッチンはあの和食屋さんでも、はいはいはい、やってたんですけど、うんうんうん、そうですね、はい、そっちの方がホールよりかは僕としてはなんか働きやすかったっていう経験があっ
て。ごめんなさい、今ちょっとわからなかった、はい、何を言ってるかが。あ、はい、ホールよりもキッチンの方が和食屋さんでやってたっていうこともあって働きやすかったなっていう、あの自分の中での感覚があって。和食屋さんで働いてたから。あ、で、キッチンで働いてたんで、はい、あの、ま、あの穴が開いた時にホールとかもお手伝いしたんですけど、はいはい、なんかあの合わなかったんで、キッチンがしっくり。ああ、それは、和食屋さんが関係あって、なんかこう、なんかルールが厳しかったか、あのホールが特にめちゃくちゃ厳しかったです、はい、あのなんかそれやめなさい、だから勝手にエアコン調整するの。あ、風が、すみません、こっちにちょっと来てたんで、うん、はい、なんとかそっちに行かさい、すみません、そっちに、あのこっちに、あ、そっちにっていうのは、はい、風直撃、こっちに刺したかったってこと。ああ、いやいやいや、そっちっていうのはその、うん、そっちに、なんていうんですかね、はい、なんかそのホールの方が厳しい場合とって、ね、キッチンも厳しくないとあかんなちゃうかな。ああ、でも、うん、ホールの人から見たらキッチン厳しいなっていう感じやったかもしれない。ないものねだりやんかな。キッチンから見たらホールは鬼やんけみたいな。はい、鬼おるやんみたいな。隣の芝青く見えるのなんか逆バージョンって感じやね。ああ、なんかそうっすね、うん、青、うん、赤く見えるみたいな。うん、わかんないですけど、で、わかんない。隣の芝枯れて見えるみたいなことなのかな、この場合って。赤じゃなくて、だって芝が赤くなることないから。確かに確かに、逆ではそれ やめなさい。一回切った方がいいですか。すみません、一回切った方がいいですかって何。どっち、い暑い寒い、どっちなの。あ、いや寒いです、それ。はっきり言うて、んはっきり言うて、はっきり、それ今、はい、あのはっきり言うてって、ね、言うてよ今、はい、気になってて言うて、はい、はっきり申し上げて、はい、うん。でもその上げたり下げたりはしてるやんか。すいません、いや、さすがに着るのは自分勝手。じゃあ、いやいや、と、はい、で、はい、寒くなって上げて、で、やっぱり暑いなってなって下げたってことですか。まあ、あの、それはもう大体もう理解しました、わかりました。キッチンで働いてる、はい、今どれを理解したんや。なんか、すいません、自分の中でこれ以上これについて喋ってしまうと大激論になってしまいそうで、あの一旦ちょっとそれは置かしてもらって、僕も理解しました。オッケー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 。はい、何の話をしてたかな。じゃあホールキッチンを希望ということですね。はいはい。で、あの交通費なんてのは、あ、電車で、電車、はい、させてもらってます。はい、交通費って大体いくらか分かりますか。大体、うん、まあ400だいたい、うん、だいたい、まあ、はい、まあ一応500円、はい、あ、ごめんなさい、往復、1000円まで、あの、ああ、それ以内に収まってるんです。支給いたします。やめなさい、もう一回スルーしてあげたけど。どうしたいの。あ、風をそっちにやりたい。それが気に食わんというか、寒かったら寒かったら、あったかくしたいとかやったらわかるのよ、はい、風をそっちにしたいってのは。そっちで、ああ、そっちじゃないです、はい、うん、あの、そっちっていうか、なんていうかな、はい、一回切っていいですかね。いいよ、どう考えても適温じゃない。でも2人やからさ、分からへんやつ、人それぞれあるし。はいはい、名前覚えてる。うーん、凸ガヤ言ってないよ。すいません、凸もガヤも言ってないよ。すみません、正直集中してなかったです。はい、すみません。うん、わかりました。じゃあまた、名札つけといてくださいよ。わかりました。すみません。はい。採用、採用は、はい、また、後日連絡いたしますので。わかりました、はい。採用、不採用はまた連絡しますので。わかりました。ありがとうございます。はい。今何してる？あ、今切っちゃった。温度上がっちゃったんで、18度ぐらいにして。あ、そう、寒くなるからさ。はい、あ、すみません、いや、暑がりの、はい、厳密になんかまだしっかり終わりとは言ったけど、そこまで厳密に終わりですとは言ってないからさ。はい、いい終わり、終わり、終わり、はいはいはい、はい、いや、いやいやいや、下げすぎっしょ。